祝い会についてちょっと説明させていただきます。これが今現行の祝いの月例会ですね。でこれが私が2015年に、受訓を受けた旭日総工賞です。今現物をここに持ってきました。はい、これです。それから私のここにこれつけてるのはこれは福寿というんですよね。で普段はこれつけていると知る人ぞ知る、知らない方はもちろん知らない、ね。まあ、これを受賞された理由は友愛会のでこの日本語の台湾における普及、そして日本人との交流だから、今日皆さんとこういう場面もそのうちの一つになるんですね。今コロナで日本から来れない方がたくさん、もう ほとんどなんですけど、以前は毎月のようにどっからか修学旅行、それから大学の台湾に、修学旅行に来る方が結構たくさんいまして、社会人も台湾のいろんなことを学習にお見えになってました。そういったところとの交流が頻繁でした。ですから月例会以外はそういったことで私も時間が足らないぐらいでした。で祝い会とはで、日本の評論家宮崎正弘氏が諸君に発表した文章の一部を借りて祝いグループの由来を説明します。日本の作家藤島介氏が対日国交断交について、昨日の友人を捨てた外交の告白さに疑問を感じた藤島氏は台湾問題に初めて首を突っ込み、日本と台湾の架け橋からんとノーベル賞作家の川端康成遺品展を台湾で、東京では著名な中国人の書家張大仙の展示会を催したりの大活躍だった。でその時に知り合ったのが当時台北で特許事務所を経営していた陳三喜さんと、その実刑の陳建喜氏で、私も初対面の時あまりの日本語のうまさに舌を巻いた。この陳兄弟は王子の日台文化交流にボランティアの通訳を交代で買ってくれた。当時台湾といえば蒋介石政権の下、日本の映画はご法度、大学で日本語コースは 2,3 校しかなく、今みたいにこんなにたくさんなかったんですよね。台湾の歴史教育は大中華思想で反日的、この頃のことである。川端康成遺品展の打ち合わせで、台湾を訪問中の川端未亡人と北条誠氏の通訳をした日本語専門家がの秘書が、あなた様と訳すはずを北条氏に向かって貴様はとこう言ったの。でドアス点をついた北条氏がこの時の無念さを陳兄弟に語った。これが美しく正しい日本語を台湾に残そうという文化運動への伏線となった。今ここで貴様という言葉は読んで字のごとく貴様というのは敬語なんですよね、本来は。ところが偉くない人に向かって貴様ということは、いわゆる陰銀無礼、相手を祭り上げてまた落としているということで、貴様は軍隊では同僚、そして部下をこう部下をこういわゆる罵倒するとき、罵るときに使うの、貴様何しとるかというような言い方をしとったんです。私も中学時代、それからさっき言ったその養成所のときは全部貴様で呼ばれてました。でこれが日本の若い修学旅行で来る人たちに若い学生たちに聞くと、貴様という言葉を知らない方が結構いらっしゃるんですよね。まあ、そういうことでこの陳兄弟がこの程度の日本語使いが公式通訳員であったり、日本語の教授として台湾で
運用すると通用するとすればこれは大変なことではないか、これからそれから間もなくのこと、初めての非公式の集まりが陳建基氏の弟陳三基の陳三基氏が経営する特許事務所の近くに喫茶店で月に 1,2 度有志が集まって勉強会を持つようになった。そういうことで、つまりスタート時点では全く私的な食事会を兼ねた同好会的集まりに過ぎなかった。無論当時の政治状況下はまだ戒厳令で日本語の会など大っぴらに開けない政治環境だった。まあ、こういうことで祝い会ができた時点はまだ戒厳令の時代ないし解除された直後だったわけですよね。でそういうことで、この日本語がそれから台湾ではブームになりまして、今各大学でも今台湾でもう大学はもうめっちゃ増えてますよね。先年は台湾で大学いくつありました？ご存知ですか？台湾大学1校だけです。他の全然なかった。 あるとすれば工学院とか農学院、そういうものがありまして、それがまた独立して大学になった。今日本でもそうですけど大学は氾濫してます。そういうことで、我々の祝い会がこの日本語をこう毎月今でも勉強しております。で今日は皆さんに先ほどパンフレットを用意して祝いグループとはお渡ししました。それを、まあ、これ読んでいくと半時間ぐらいかかりますから、もう読まないことにします。でいわゆるこの祝い会という組織はその正しい美しくよりも正しい日本語を台湾で残そうというのが我々の会のモットーでございます。そういうことで今日は私のお話は以上ということで、失礼いたします。